世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。非常にいい活躍をしてますよね、はい、バックドライブが非常に磨きがかかって、両ハンドドライブ、そして身長がもう高くなったので、リーチの効いたドライブというところが特徴になりますので、まず1ゲーム目の入り方、お互いにですけれども、井出沢選手はやはり張本選手にミスを誘うような戦術を使っていかなくてはいけないですし、またチャンスボールはしっかりスマッシュというところですね。また張本選手は井出沢選手のボールに対してしっかりと回転を使ってコースを突くというところがポイントになってくると思います。さあ、第4マッチ始まりました。井出沢のサーブ、2ポイント連続で井出沢が取りました。いい形で2本連続取りますね。打球点早くて攻撃しているのでいいと思います。サービスは日本交代です。張本のサーブ、これもネットに当たってオーバーです。フォア面、表ソフト、そしてバックで少しバックハンド系ですよね。非常にやりにくいタイプですね。張本選手はもう早めに球質の変化を見極める必要がありますね。張本は T リーグでここまで2勝を挙げています。一方の井出沢はまだここまで勝ち星がありません。笹尾とそして小次男と対戦していますが、現在まだ2敗ということで、今日は勝ちたい、そして川面監督もこの井出沢に勝たせたいということも話していました、はい、そうですね。今試合に使わせてもらっているので、井出沢選手としてもやはり結果を残さないと、もう九州アスティーダの層が厚いので、そういった部分もありますし、また今日の試合に関しては第3マッチで橋本選手が石川選手に勝っていい流れというところがですね、はい、九州アスティーダの方にあると思います。選手のドライブが非常にパワーがついたので、はい、このボールをしっかりと台について返球することが大事になってくると思います。まだ若干13歳ですが、試合を見ていても練習を見ていてもなんかジュニアの選手のボールではないですよね、はい、そうですね。トレーニングもしっかりとしていますので、はい、体幹というところがですね、ブレなくなりました。ここまでご覧になって両選手いかがですか、はい、井出沢選手も台についてプレーできていますね。また張本選手もしっかりと回転をかけるところは回転かけるというところで、お互いに様子を見ている状況ですけれども、ここでどちらが波に乗ることができるか、流れを引き寄せるかというところですね。1点リードに変わりました。先ほど井出沢が世界にも稀に見る線型という話だったんですけど、はい、どういうところが相手としてはやりづらいんですか。やはりフォア面が表ソフトですし、はいはい、バック面粒だこということで、変化が常に変化があるので、どんなボールが返ってくるのかっていうのが、対策練習ができないですよね。そういったところで、ジュニアの時に、中国、ジュニアの中国の選手に勝ったりもしているので、期待されている選手の一人ですね。これも早い攻撃。出沢のポイント。しゃがみ込みサーブから来ました。このラリーは張本が取りました。セルオール、お互いにいいラリーですね。
秀澤選手はもう台についてしっかりとブロックをしてミスを誘う、張本選手は少し台から距離を取ってドライブしたラリーになりました。落ち着いてましたね、この張本。卓球はネット、エッジがつきものなので、練習の普段の練習からネットだから諦めるのではなく、やはり取るという習慣をしていかないと、まあ、こういった試合でもネットをしっかりと取るっていうところは出ますよね。試合序盤は井出沢がリードしていたんですが、現在張本の2点リード。セブンナイン。これはサービスエース、いろんなサーブをしますね。今バックサーブでしたね、はい、表で、はい、あんまり回転がかからないんですけれども、ただ短かったりそして長いサービスというところがですね、はい、バックサーブ、サービスの組み立てがいいですね。ナインオール同点になりました。ここで張本選手サービスなので、やはりバックに長いサービス中心だと思うんですね。ここで井出沢選手が回り込んで打つのか、粒高でレシーブするのかというところですね。ゲームポイントです。バック粒高だったんですけど少し甘くなりました。3球目攻撃、もう一本いくかもしれない。第1ゲームは張本が 11-9 で取りました。最後9オールからの2本ですね、はい、やはり張本選手はバックに長いサービス井出沢選手に出しました。1本目が少し甘かったですよね。やはりここを9オールというところで、はい、まあ、強気なプレーをした張本選手が1ゲーム目を取ること。